クロマックス。ソーラーとモバイルバッテリー、それだけで有事の際って役立つんだよね。はい、どうもクロマックスです。ということで今回の商品はサムネにもある通りこちらでございます。ソーラーチャージャーということで案件が来ておりますので、こちらの商品紹介していこうと思います。はい、ということでこちらの商品なんて読むかわかんないですけど、 RAV でラブでいいのかな、ラブパワーさんの2ポートソーラーチャージャーということでこちらの商品でございます。パッケージングはね、なんかちょっとクールな感じのパッケージングになっておりますが、中身一体どんな感じなんでしょうか。はい、ということで開封していこうと思います。よいしょ。はい、ということでソーラーパネル自体、本体とカラビナが4つ、マイクロ USB のケーブル2本、取扱説明書とサンキューカードみたいなのが入っておりますという感じですね。こちらの取扱説明書、英語と日本語の取説ついております。日本語の取扱説明書もなんか変な日本語ではなくね、ちゃんと書かれてますね。仕様なんですけれども、アイスマート出力 5V2.4A 最大 12W で、総出力が 5V4.2A21W と、はい、重さは 500g ということになってますが、おそらく総出力 21W のソーラーということですね。そんなに大きい容量じゃなさそうです。どちらかというとコンパクトを売りにしているようなソーラーケーブルかなという感じでございます。しっかりね、日本語の説明書もついてます。本体がこちらなんですが、実際に袋から出してみましょうという感じ。あ、なんかちょっとしたね、なんだろう、布表面は布っていう感じですね。で、よいしょ、開くとこんな感じ、こんな感じのソーラーなんですが、アイスマートっていう風になってますね。アイスマートってお母さん何？接続された機器を判別し、はい、最適な条件で充電を行う。ああ、そういうことね、はい、IC 付きってことね。そうですね、 IC 付きの充電器っていうことで、アイスマートの出力2個っていうことなんで、このねソーラーに関しては出先でモバイルを充電するために使えるソーラーっていうようなイメージだと思います。なんで、ポータブルバッテリーに充電するためのものっていうイメージではなく、もうモバイル用っていうことでいいのかな。はい、そんな感じのものでございます。以前にね、案件で紹介したこのアイミュートのソーラーに関してなんですが、もう少し大きいもので、こっちは出力 36W のものです。で、アウトプットは一応 DC と USB1 箇所になってるんですが、 5V2A、DC18V ができる丸い DC ポートと USB ポートがついてるような、これね、アイミュートのものはそういう風なものになってるんですが、今回のラブパワーでいいのかな、ラブパワーのものに関してはこういった形で USB2 つ 2.4A が2つついてますよみたいなものの形になってますと。モバイルを充電するためのソーラーっていう考え方をするんであれば、これかなりコンパクトで使いやすいんじゃないかな。薄さこれしかないからね。はい、本当に端っこの方にポンとしまっておくだけで収納できるような小さなサイズになってるので、これはかなりいいんじゃないかなというふうに思いますね。はい、こんな感じのものでございます。というような、どちらかというとポータブルバッテリーを、充電していくようなソーラーというよりは、モバイルを充電してくださいっていうようなイメージの充電器でいいのかな。もちろんね、これをポータブルバッテリーに接続して充電するっていうことも不可能ではないかとは思うんですけれども、うん、でもこの薄さだったらいいよね。そうですね、どちらかというとクロマックスなんかはね、案件でもらったポータブルバッテリーとか自作したね、恥ずかしながらサブバッテリーシステムみたいなあれ も含めて、どっちかというとちょっと大きめの電源を持ち歩くっていうようなスタイルが多かったりもするんで、モバイルを充電するためだけにね、これを持ってるっていうことはしなくてもいいかなと。それであればこの iMute のね、バッテリー 36W の出力で DC 出力の、丸いポートねついて、そのケーブルも付属しているので、 18V の 1.5A っていうところでポータブルバッテリーに充電するための最低限の電力が取れたりもするんで、こっちを持ってる方がいいかなというふうに感じましたと。これポータブルバッテリー持ってないとか、例えば旅する方でもポータブルバッテリー持たずモバイルバッテリーだけで事足りちゃってる人って結構多いんですよ。例えば最近動画に出てもらってる沙織さん、日本一周中なんてお話もしてましたが、彼女も電源持ち歩いてないんですよね。話に聞いたところによると、モバイルバッテリーを走行中に充電して、それだけで電気は事足りてるんで問題ないんですよっていう話。多分スマホ1台2台ぐらいとポケット Wi-Fi ぐらいしか電源機器ね持ち歩いてないと思うんで、
そんなに電気使うことはないなんてお話をしていましたが、実際にねそれぐらいの消費電力であればこういうようなものを使ってモバイルバッテリーを充電しておけば有事の際も役立ついいアイテムとして使えるんじゃないでしょうかなんていうふうに感じましたね。そう考えていくと岡さん、例えばだよ、はい、扇風機を使いたいとかエアコンを使いたいとか、うん、電気毛布を使いたいっていう電気を大きく使うようなものを使わなければこういうねコンパクトなソーラーとちょっと大きめのモバイルバッテリーそれだけで有事の際って役立つんだよね。そうですね。ちなみに今のこの現在の価格でこれいくらなの？6,699円。あ、だったら信頼性の高い大きめのモバイルバッテリー一つとこのソーラーを持ってさえいればそんなに電気を使わない人だったらこと足りてしまうような状況。そうですね。そう考えるとこのコンパクトさは使えるんじゃないかな。だって広げたってこのサイズだし、これこの薄さよ、この薄さで持ち運べて太陽光をねそのままね電気に変えるっていうことができるんであればそれはかなりおすすめなんじゃないかなというふうに思ってたりもします。この動画の前にね 1.5kg 40万mAh ぐらいの大型のポータブルバッテリーなんていうのを紹介動画なんかも撮影したりするんですけど、それを考えるとそのねポータブルバッテリーを充電するにはこれも全然追いつかないわけですよ。ましてや VCCC の銀ちゃん撮影させていただいた時に搭載されていた大容量のサブバッテリーシステムですね、リチウムイオンのサブバッテリーシステムのクロスなんていうのがあったと思いますが、あのようにもう5キロとかっていうね大きい容量のものになってくるとなかなかね小さなソーラーではね対応しきれない、充電が全然できないような大容量のものになってくるんで、そうなってくるとソーラーってねなかなかまだまだ大容量になってくると価格の割には実用性っていうところを問われたりする部分はあると思うんですが、省電力だったらもうこれで十分になってきてるということを考えるとこれはこれでソーラーかなりおすすめになるんじゃないかなというふうに思っていたりもします。個人的にこれは有事の際に持っててもかなり使えるんじゃないかななんていうふうにも感じたりもする、ちょっとね優る個人的にも欲しいなと思えるような製品でした。しかもね6,000円ぐらいで買えるんだったら一家に1台じゃないですけど有事の際に持っていてアウトドアでモバイルバッテリーを充電するのに使ってみるのも面白いんじゃないかななんていうふうに思いました。はい、ということで今回はこちらの、ラブパワーでいいのかな、 RAV って書いてラブパワーさんの2ポートソーラーチャージャーということでソーラーパネル紹介してみましたが、いかがだったでしょうか。この動画が面白かった、参考になったという方がいらっしゃいましたら、ぜひとも動画の評価とチャンネル登録お願いいたします。お願いします。また Twitter、Instagram、クロワークスのブログのチェック、こちらもぜひともよろしくお願いいたします。お願いします。はい、ということで今回も最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。ありがとうございました。個人的にこれは有事の際に持っててもかなり使えるんじゃないかななんていうふうにも感じたりもする、優る個人的にも欲しいなと思えるような製品でした。アウトドアでモバイルバッテリーを充電するのに使ってみるのも面白いんじゃないかななんていうふうに思いました。